続きまして、絶対そうだ、まあ、こっからが本番みたいな、まあ、こっからが、そうそう、このあの私服チェックはまあ前触れっていうか前置きっていう感じ。この時期、ね、言ってみていいですか。いいよ、この時期じゃないですか、うん、え、大丈夫かな。体重チェックですか。いいえ、違います。フィチェック。はい、そうです、はい。それでは私からバッグの中身をお見せします。リナさ、前回のバッグでさ、一番汚い最下位だったじゃん。あ、ゴミいっぱい出てきた。花ちゃんシリーズは最下位だったよね。そっからどっくらい成長してるか、はい、成長が見られたらいいですね。お願いします。でもバッグは綺麗じゃん、見た目は。自信のほどは、ご期待にはお答えできると思います。あ、私どうですね。壊される。力づくり。いいね、いいね、いいよ。開けた瞬間に。どう。おお、いいですね。好きですよ、こういうの。じゃあまず一つ目から。はい。もともとベージュじゃないでしょ、絶対。クリアです。え、クリア。でもなんで汚れるんですかね。汚い。待って。え、やばいよこれ。カラコンケースなんですけど、裏。やばい。え、普通じゃないですか。普通じゃないでしょう。ゴミ溜まってるね。ゴミ。これでも化粧ポーチに入れたら溜まりますよ、絶対。らしいです。ソーリー&ソーリー。クリップです。ロキソニン。これ、あの、実は、私、偏頭痛持ちなんですけど、この前、休憩一緒だったんですよ。頭痛いって言ったら、ちょっと、ドンキ行ってきますねって言われて、戻ってきたら、ミクさん、渡されて、かっこいいみたいな、惚れましたっていう、もう本当に優しい子なんですよ。惚れましたもん、私。バッグの中は汚いけど。定期入れですか？フープピアス。止まってない感じですね。取ってそのまま、うん、はい、いただきました。カラコンのゴミ、上の部分のなぜかゴミが入ってます。はい、つまようじ。あ、でも未使用ですよ。使うんですか、これ。ん、使うの。使う、困った人がいたらあげます。え、嫌なんだけど。嫌でしょ。絶対嫌だ、絶対嫌だ、絶対嫌だ。裸使いますかって。使わないですよ。それはそうですよ。レシートですね。ファミリーマート、タクシーの領収書。次はこっちを見ていきたいと思います。こっち楽しみですね。どんどんいきますね。もうパッパッパッパと。あ、セカンドバッグですね。あ、サードバッグだ。お、すごいじゃん。成長ですよ、これは。最近入れ替えとかありますね、これ。え、でもやついましたね。でもさ、閉まってる。そうだ、そうです。こういうリキッド系。これはヘアミス。キャップがないです。キャップがないのは日常茶飯事。デジャブとか透き切ったんですよ。怖い怖い怖い。いや、もう終わるから。私も持ってるけど、こんななんないもんだって。やばい、すごい才能だよ。ここまで来た時の化粧品がかわいそう。よかった。いたよ。あとはこれね。これ何回使ったんですか。あ、今日で4回目です。今こう数えてんですね。5箇所で1日1箇所。またここにカラコンケースが。あとはペンシル。リップペンシル、キャップついてないんですけど。使ってんのこれ。使ってないです。削ったらまた使えるんじゃない。うん、でもキャップないんですよね。お、マスクの替え。そうです、履いてますけど、うん、成長してんじゃん。これ筆です。ペンケース用のメシポーチ。これはうわぁ、オーマイガー、もうボロボロなんですけど。今日の朝買いました、ブラシ。はい、髪の毛はついてますよ、めっちゃ。これカラコンだ。ああ、さっきのカラコンの蓋のゴミとルーズソックス。はい。はい、出ました。充電器。充電器は絶対まとめないんだね。これ綺麗ですって。うん、綺麗だけど。これは何？帰り用です。と、もう1枚ぐらいしかないレッドティッシュ。あ、財布あった。はい。あ、キーケースも。はい。うん、
ないです。もうやだ、おしぼりの中入ってますよ。よくわかんないゴミとで、おしまいかな。サブバッグも終わりました。いやでも私が思うに、前回に比べたらだいぶ量も減ったし、やっぱこの化粧ポーチがだいぶ成長したなっていう。次は多分完璧です。綺麗になってると思います。まあ、リンナに完璧はなさそうですけど、うん、ゴミがないバッグを目指しますね。そうなん、はい、そうしよう。リンナはこんな感じでした、はい、次はマルコです。私結構自信あります。まあ、ミクさんそんなに汚いイメージはないです。あ、本当に、はい、バックからいきたいと思います。こんな感じです。はい、エゴイスト、サングラス。サングラスをちゃんと直に入れないでケースに入れるっていうところがいいですね。これは枝毛ですか？そう、アホ毛が私やばいので絶対に入ってます、バックには。ティッシュ、ティッシュ、柔らかいやつ。そう、豚髪、ミクさん大好き、そう、エニスリー。はい、超面ですね。綺麗に入ってるけど、ジークロックっていう。いや、今まで直接入れてたんですけど、探すの大変なんです。まあ、確かに。だからなんか、これに入れてる、ここ最近は。で、財布ね。もうボロボロい。いっちゃってます。誰かミクさんにプレゼントしてあげてください。へそピアス。しかも、ちゃんとなんかこの多分ピアスのついてくる紙もしっかりつけて。これ、サンプルみたいな。充電器。ちゃんとまとめてあります。皆さん違います。はい、これ何ですか？ハンドクリーム、ジャドールでしたっけ。そう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 、キャップ付きです。比較していかないと。ケースは付いてないですけど綺麗です。串ここの部分がない串、うん、とコンパクトミラーです。結構女子力高くないですか？めっちゃ綺麗ですよね。しかもバッグの中も綺麗ですね、うん。次はこの大きいバッグの中身です。失礼します。これはメイクポーチです。これはこれは服とチューブトップとか。ジップロックにちゃんと収納する癖があるそうです。シーンの袋とか取っといちゃう。確かに、ね、分かります。めっちゃ使いますよね。そうそうそう、ヘアオイルですね。もうちょっとなくなっちゃう。でも全然周りもベタベタしてるね。おお、ありがとう、そういうとこも言ってくれたね。これはメイクブラシ。なんか汚いの。あ、でもすごい綺麗。ちゃんと使ってる。メイクブラシ。綺麗。あ、ルーズソックス。普通に綺麗な靴下です。で、なんかもう一段バッグが。これはスニーカーだな。これはもういつもスニーカーを持ってきました。そのまま。また鏡。これ大きいサイズの鏡ですね。です。終わりです。完璧じゃないですか。本当、多分本当に必要なものしか入ってないし、ちゃんとなんか収納してあるし、自分の多分分かりやすい場所にまとめてある感じがあって、すごくいいと思います。でもここ最近やっぱバッグの中身はちゃんと綺麗の方がやっぱいいなって、気分もいいし、そうですよ。そうだよね、はい、あのジュンナがやっぱ神様なんで、バッグの中身、バッグの中身の神様なんで、学んで私も綺麗に意識しようしてます。広げても何が何かすぐ分かる、うん、これガチで抜き打ちですからね。ガチですよ、ガチです。すごい綺麗でした、ミクさんは。3番目はジュンナです。なんかもうジュンナは綺麗なイメージなので、すぐ終わりそうな予感がします。そうですね、ちっちゃいバッグから見ていきます。全部黒い。財布、キーケース、リップ多いね。リップめっちゃ持ってきてますね。基本外出時は使うものしか入れないんですけど、撮影がある時とかはリップ入れて。で、リップ、これは枝毛のやつ。そうです、そうです。ちょっと汚い。もう一本リップ。これはリップです。4本も入ってる、はい、ワセリンで、これはロキソニンかなんか、多分あれですね、です。それぐらいです。めっちゃ少ない。このわ、こっちも綺麗です。めっちゃ。一つ目、あ、これ弁当だ。お弁当。これはブラシとか、 あとハイライトとか、なんかそう綺麗ですね。これも化粧ポーチです。開けていい？100均で買いました。あちょっと汚いかもしれない。ちょっと汚いか。溢れそう。靴下2個入ったな。これは直入りなんだね。
現金がこれはりなさんとみくさんにお渡しする返却をね、ちゃんと袋に入れてね、お金になります。あとで返却してください、はい、そうです。で、ヘアアイロン、サングラス、次回着終わりです。少ないね。少ない、うん、少ないですね。今日は特に少ないかもしれない。なんでなんでタイミングめちゃくちゃ良かったっぽいです。全体的に綺麗に使ってますし、さすがです。皆さん見習いましょう。はい、はい、エヴァランジです。はい、ちょっと一番汚いコンビ不安コンビです。自覚症状ある。いや、多分こっち汚いと思います、うん、じゃあこっちから行こう。はい、これ何も入んないの、あんま入らないのでいつも閉めるの苦戦してるよ。そうです、なんか閉まらないですこれ。多分ね、サイズが、財布がでかいんだと思うよ。そうですよね、はい、もう半分以上財布で使ってます。場所うちの財布です。定期入れ、プリクラ入ってます。あ、そうです。リップとニベアのリップ巻き締めた、はい、と目薬です。かわいい、収まってる。エアポッツ、もうエアポッツのために作られたポケットがね。はい、こっちのバッグはもうこれだけです。不安な方行きましょう。こっちは本当に汚い、何入ってるか自分でも分かんないです。あのカーゴパンツ、あ、撮影用の、はい、カーゴパンツです。ハンドクリームです。え、でも綺麗だよ。本当ですか、うん、うちよりは綺麗。はい、お水、お水、天然水結んであります。充電器、鏡、鏡とマスク、あと歯ブラシですね。もうなくなりそうな、もうなくなりそうな香水、はい、ルーズソックス、あ、チューブトップ、チューブトップ、サングラス、ちゃんと入ってますね。ミクさんと同じ、伊達メガネ、2つ入ってます、サングラス。何に使ったんだろう。あ、ごめん、何よこれ。これあの傘についてたんですよ。うん、恥ずかしいなと取ってそのまま入れました。はい、あと、これ取れなくないですか。え、そういうこと。そうです、途中まで取って開けてたの。あ、そうです。朝急いでて、とりあえず使えるだけ。今日の朝買ったの。いや、違います、2回目ぐらいですから。一人だよ。これ私も使ってたんですけど、なんかこぼれるんですよ割と。あ、漏れますよね。めっちゃ漏れるんですけど、ちゃんとスーパーのちっちゃい袋に入れてます。あ、そう、いつも。そうです、どうでる。あと、ブラックサンダー、あとはまあ、ヌーブラですね。粘着部分にあのスーパーである袋をくっつけてる。ラップいいよ、ラップ。ラップですか、うん、シートがなくなっちゃったので採用で。どうなって入ってるのか入ってないのか貼っつけてるだけですこれ。ラップおすすめです。あ、でも以上です。コンパクト、中も綺麗だし。ではバッグの中身チェック終わりました。どうでしたか。いや、抜き打ちにしては状態良かったです。前回よりみんな綺麗でした。全然綺麗だった。なんか女子力上がっちゃいました、ごめんなさい。すいません。あ、リナさん、まあ、目立っちゃいました。リナさんごめん、逆に目立っちゃった。ごめんね、ごめん、ごめん、ごめん。え、隣の人のさ点数言ってってよ、ミクから。でも100点に近いです。あ、98ぐらい。あの、そのジップロック、あ、とヌーブラ、ヌーブラですね。ジュンナも100点です。ジュンナはもう、うん、一番綺麗でした。リナ、うん、さんは、まあ、65.8点。あ、でも50点以下ではないんだね。なんかまあ成長も見れて、うん、その上でもうちょっとまとめるものをまとめたりとかすれば、うん、いいかなと思います。いいですね、まだまだ伸びしろがあるから。あ、そうです。じゃあ成長を楽しみにしててください。はい、でもミクさんももうほんと100に近いですね、うん、99、100って感じです。100でお願いします。ということで、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいと思ったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。
せーの、エゴイスト。バイバーイ。